米国プロ野球メジャーリーム MLB 最高のスター大谷翔平30ラ・ドジャースの妻田中真美子さん28が夫の試合を見るために高尺固直スカイドームを訪れて話題になる中観覧座席も合わせて注目を浴びた。真美子さんは18日 夫が出場した 2024MLB ソウルシリーズ韓国野球代表チームとラドジャースのエキシビションマッチを見るためにスカイドームを訪れた。マミコさんは大家の母親のカヨコさんら家族と一緒に一塁側観覧席に座って試合を観戦した。電撃結婚の事実が伝えられた後、公開の場に姿を見せたのは今回が初めてということで日本現地のメディアなども大きな関心を見せた。 特に田中が VIP 席ではない一般席に座って観覧したことが目を引いた。日刊スポーツは試合が始まると、マミコさんの右隣に水原通訳の妻、そのまた右隣に大家の両親が座り試合を見つめていた、とし、その左手薬指には輝く指輪も見られた、とし、ジアンサーは、マミコさんが一般席に座ってるんだ、と話題になった、などと伝えた。 韓国インターネット上でも、スカイボックス、VIP 席、など良い場所もあるのに一般席で観覧する素朴な姿に拍手を送る、という反応があった。一方、t b s 系ゴゴスマ、では、マミコさんが16日にドジャース夕食会の席に持ってきたバッグに注目した。放送によると、マミコさんはスパブランド、ザラ、の5000円のショルダーバッグを持っていた。これに対してメディアは、 応援したくなった、親近感、などの声が上がっていると伝えた。大谷は今シーズンを控えてドジャースと10年、7億ドル、約1056億円、という世界スポーツ史上最大規模の契約を結んで、7億ドルの男というニックネームがついた。大谷はソウルに来る前、元日本女子プロバスケット選手であるマミコさんとの結婚を電撃発表して、 15日妻同伴で韓国入りして大きな関心を集めた。